こんにちは、翔太ケロスです。ファイナルファンタジー7エバークライシスなんですけど、俺さ、これ6、7時間くらいさ、イセマラしまくったっていうか、ほんと俺こんなにイセマラしたの初めてだわ。でさ、イセマラしたんだけどさ、結局、いいの取れなくてさ、結局ティファーのモータードライブと、エアリスの、フェアリーのやつだけ取ってもうやめたっていうかな。とにかくこれ、イセマラ、いいの連続して当たらないんだっけ？なんか、オリジナルキャラが嫌いっていうか、俺。なんか、坊主頭のやつとかさ。なんか、変なキャラクターのさ、レア武器とかあんまり欲しくないっていうか。とりあえず、ティファとエアリスの SS ランクの、武器手に入れるまで頑張ったっていうかさ、とりあえずスタンプで俺、クラウドの SS ランクの武器、とりあえず手に入れようと思う。クラウドのハートブレイクのさ、武器も手に入れたんだけどさ、結局何回もやり直した。もうティファとエアリスさえ手に入ればいいかなみたいな。スタンプ2じゃん。もうそろそろで届くし、どっちみちエア武器手に入るしな、クラウドの。これあればいいみたいな、まずな。もう8時間すぐ武器、いい武器手に入ると思ってさ、イセマラ舐めてやったらさ、もう8時間もなんかこうぶっ続けてやってさ、もう疲れちゃってさ、もう後半もういいやみたいな、すっごい疲れたわ。なんかザックスの武器当たるんだよ、どうしようもね武器。なんかキラーパンサーみたいなやつ、名前忘れた、なんだっけあいつ、あのライオン野郎さ、ライオン野郎の武器いっつも当たるしさ、